よし、じゃあ、いくね、俺の怖い話。俺の怖い話は、仲良しグループの話。大学の、男3人、女3人の、仲良しグループの、あんじゃん、もう、大学っていうか、高校からこう、上がってきたから、もう、前からも知ってるっていうような、あるじゃん、それが。そういう仲良しグループの、話を。で、いくね。で、男3人、女3人で、そうだ、分かりやすくするわ、これ。男を A、B、C にしようか。ね、A、B、C にしよう。で、女の子が、A ダッシュ、C ダッシュ、B、A ダッシュ、B ダッシュ、C ダッシュだな、にしようか。うん、それでいいや。これで、仲良しグループで、これ、キャンプ行こうってさ、夏、キャンプ。みんなで、仲いいから、夏キャンプ行こうぜって、楽しい。わ、楽しいねって言って、キャンプに行って、で、電車でさ、そのキャンプ行って、電車で、キャンプ場の前の、その、電車で行った、その、降りたところって、電気屋じゃん。降りたら、駅の、電気屋で、ニュース、テレビで、売り物の安く、テレビにな。からニュースが事故のニュースで、ああ事故のニュースっつってで、でも行こうっつって、関係ないよっつって、キャンプだから行こうっつって、で行こうっつって行って、でキャンプ場着いて、でいろいろあって、で夜、あ、いろいろってちゃんと飯でしょ、飯ね、飯、花火だから、ウノ、あとは、イントロ、ドン、いろいろやって、で、夜、寝ようっつって、バンガロー、あんじゃん、バンガローあれ、バンガローだっけ、バンガローなんて言葉ある、寝るとこで寝てて、あれだ、ごめん、